23時過ぎでもタムロスでごちゃごちゃごちゃ言うと、で車のドアの閉め方、ああいうふうな閉め方、意図的に喧嘩売ってきよ。車のドアぐらいそろっと閉めろ。できんなったら車乗るな。聞こえと、車のドアの閉め方変わったから、絶対喧嘩売りに来た。あいつら肝心要の淡井圭介や、家の前でいちいち喋んなって言ってきたこと、意図的に喋るよ。そうじゃなかったら普通建物の中で喋る。こうやって撮影したら急に態度変えよ。卑怯もんばっかりや。